算数問題、一瞬戸惑う速さ問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。時速90キロで進む車は10分で何キロ進みますか？では解説をします。早とちりで上のように計算してしまい誤答するケースがあるようです。時速90キロは1時間、つまり60分で90キロ進む速さであるから、1分で進む距離は上のようになり、10分で進む距離はその10倍であるから、15キロが正解となります。ちなみに10分が60分の6分の1という発想ができれば、90÷6 でサクッと答えを出せます。おまけ問題です。時速48キロの速さで32キロ進むのに何分かかるでしょう。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。